はい、始まりました。カッサンチャンネル、 MC はパニクルリーダーカッサンです。台風の中ですね、なんとか帰ってこれましたということで、 FDVT の内容はちょっとやっぱり参加した人たちのこともあるんでちょっとオンエアしませんけども、その FDVT が終わった瞬間の沖縄のメンバーのトークちょっと軽く収録してきますんで、ちょっと見てもらいたいと思います。どうぞ。さあ、これでですね、2017年 FDVT in 沖縄全ての工程が終了しました。全ての工程が終了しました。あ、いた。植木さん、終わりました。20周年に向けて抱負をお願い。終わりましたね。終わりました。ありがとう。沖縄ありがとう。はい、頑張ろう。それはやっぱり全盛期いきます。 8? あ、メンバー1人につき入れていきます。はい、頑張ります。はい、いいライブやつか。すみません、こっちさん、終わりましたね。一言お願いします。いやー、最高、とてもナイスな旅だった。ありがとうございます。モリチさん、あれね、終わりました。終わりましたね。また次に向けて、そして20周年に向けて一言。20周年はね、本当に最大にね、いいねと思ってるから。はい、無駄に過ごさず、イメージも体を作ってですね、はい、やっていきたいと思います。わかりました。いただきました。さあ、台風でしたけどね、こういう感じで終わりました。どうですか、みんな。はい、そして長屋20周年に向けて、来年の FDVT に向けてお願いします。さあ、8キロ落としてよ。これでパーを取るよ。全体写真、はい、8キロ会場落としてよ。はい、8キロ、ありがとうございます。あれ、てっちゃん、てっちゃんはいいか。てっちゃん、てっちゃん落とす。そうやな。てぎゅし、ハッピーバー。それはいいか。それ頑張ろうかな。おい。お前、俺見てやろ、お前。そう。俺まだまだつけっかよろしい。了解しました。聞いていただきました。どうだったでしょうか。ちょっとね、台風の影響で風がちょっとひどくて、何言ってるか全然わからんところとかもあったりとかですね、みんなちょっと疲れてたりとかあるんですけども、本当にもう打ち上げの段階からですね、来年は結成20周年だということで、もう早々に場所とか、やる内容とかも考えて、ちょっと20周年置いていこうということで、メンバー一丸とスタッフもね出ます。本当に今回はね、東京だけじゃなくてもっと違うところも行こうという話もしてます。もう今はちょっと時代が変わって SNS とかね、こう YouTube とかでもいろいろ宣伝拡散できますんで、僕たちだけじゃなくてパニクル知ってる方でもう本当にこう、広げていって盛大にやっていこうと思ってますんで、ぜひ皆さんこの、カッサンチャンネルでもちょこちょこ、まあパニクル以外のこともアップしてくるんですけども、パニクルの動画とかを見てですね、こうテンションを上げて、そして今の僕たちもぜひ見に来てください。本当に今回の FDVT 参加した人はわかるんですよね、これ。むちゃくちゃ面白かったです。僕も本当になんかいろんなことしてますねってよく言われるんですけど、
ほんまにパニックの中で一番面白くないし、一番何にもできへんのですよ。本当に。すごいっすよ。本当に。他のメンバー。あれが全然伝わってないっていうか、もう何も多分分からへんのやなーって思うと、本当になんかもったいないというか、ダンサーにも見てほしいし、まあ、いろんな事情で参加できない。ファンの方にもね、ファミリーの方にも伝えたいですし、まあ、そんな気持ちだけで、まあ、言うとやってる部分もあるんで、ちょっとチームを代表して、ちょっとコメントさせていただきました。またこのカッサンチャンネルね、パニクルーのことだけじゃないチャンネルなんで、ジャグリングのこととかダンスのことはアップしていきますが、また定期的にアップしていきますんで、ぜひ皆さん応援とチャンネル登録よろしくお願いします。僕もその中でも言ってるんですけど、ダイエット企画、20周年は8キロ落とすと。これも公約しましたんで、後には引けません。なので絶対にその公約も守りますんで、ぜひ応援してください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録も待ってます。パニクルカさんでした。ありがとうございました。